はい、おはようございます。こちら、こんばんは。レオジンと申します。さあ、皆さんやっていきましょう。レオジンの丸々教えて。今回はですね、キルレ1取る方法 失礼、キルレ1以上キープできません。ちょっとキルレ1以上にしたいんですけど、どういった感じでキルレ1取ればいいんですかみたいな感じで質問来たんで、何個か紹介していきたいなと思います。さあ、まず1つ目、デッサアウェアです。敵の音を聞きまくって、そう、聞きまくって敵の位置を把握し始末する。これやな。ということで、今回の実況はちょっと小声で、そう、音を聞きながらやっていきます。ちなみにブーストも丸木声です。なので、ゆっくりと静かにやっていく。そう、静かな実況。いる。な、いたろ。そう、音を聞くんだよ。そう、耳を澄ませ。いない。耳を澄ませ。いる。危ねえ。聞こえたぜ、今俺聞こえたぜ、足音が。よし、ちょっと一旦逃げよう。ブースト使いたくないんですけどね。まあ、壁の音は聞こえないですからね。角待ちしてたらわからん。OK。音を聞け。静かにしろ。やつは来る。来ない。来ないやんけ。どこだよ。お、びっくりした。サプレさんとか。さあ、音を聞け、音を。敵をよく知り、位置を確認する。そして音を聞け。耳を澄ませ。いる。おーし。ブラサップつけてましたね。気づかなかったですね。音を聞け。耳を澄ませ。そしている。耳を澄ませ。音をすません。静かに立ち回ろう。いる。おらー。いやー、聞こえるなー。すまんなー。聞こえるなー。耳をすませ。いやー、俺やっぱりな。聞こえるんだよ。お前らの足音が手に取るようにわかる。いる。あれは勝手です。あ、ちょっとエイムが悪い。今のは純粋に僕のエイム不足でしたね。だが、このアウェアネスとデッサー、自分の足音を消しつつ敵の足音を聞くという、この極悪非道のこのハサム、強いよね。ブーストを鳴らしたらダメだよね。いますね。下行ったな。さあ、無理じゃねえ。逃げよう。無理なものは無理という勇気、大事ですよ。さあ、聞け。音を聞け。部屋の中にはいない。来ないのか。いないみたいですね。敵の位置を把握しろ。デッサーウェア。封印されし、この装備で。キルで1を取るんや。ああ、無理っぽい。よし、音聞け。あ、味方のブース。味方のブース音でしたね、今のね。よし、敵があそこに待ってるということを。わーっと、同業者がいましたね。ブラサブの音は聞こえないのか。まあ、アウェアネスって基本的に足音だけですからね。ブースト音聞こえないようになってるんじゃないですかね、きっとね。まあ、適当ですけど。はい。音を聞け。耳を澄ませ。言いますね。耳を澄ませ。いやー、負けた！ドレッチ強い！今回の実況は静かに行くぜ。そう、キルで1を取るためなら、そう、何だってする？そう、COD ってそういうゲームだからさ。そうし。キルレ1取ればいいんだよ。特にチーズそうな。そう、どんな手を使ってでもキルレ1を超えれば負けることはない。それがこのゲーム。やれんかった。ブース、ゲーティカ、え、後ろ？いや、聞こえない、聞こえない。足音聞こえないよ。デッドサレンスやん、相手。おい！でっさ。そんなに俺、この今ゲーム環境そんなに良くないから、デッサの音聞き分けるほどのね、いい設備じゃねえんだよな。さあ、音を見すませ。
ほらな、聞こえない聞こえない聞こえないから、それ聞こえない聞こえないから、マジでいるな。耳を澄ませ、研ぎ澄ませ、全神経を、耳に耳に耳に、よーし、オッケー、いけるいけるぞ、これいる、オッケー。ここら辺のうちはね、任せてくださいよ、まあ、デスアウェアなんで強いよ、デスアウェア、マジで強いと思う。センターから来そう。あ、下でした、お疲れ様でした。さあ、耳を澄ませよ、すぐリスクあるからな。いるか、いない、耳を澄ませ、来るぞ、来ない、いない、いける、武装、ドレッチの音、いらっしゃいませ、リロード、大回りしていきます。うわあ、びっくりした、UAV だ、来い、全然 UAV 映らへんけど、やばい、ゴーストとゴースト多すぎやろ。トータル4人しかいなかった。そう、デスアウェアとは、そう、環境が静かじゃないと進化を発揮することはできないという、いますね。何、全然聞こえんかった、今もう足音、足音を聞こえないよ、デッサ杖、デッサ杖、アウェアネスを無効化するんじゃねえの、マジで。え、デッサつけてるやつアウェアで聞こえるかな、マジ強くねえ、デッサ、俺もつけてっけど。ゆっくりと、そう、ゆっくりと立ち回っていく、そう、敵の足音を聞きながら、そうやっていく、そう、綺麗に静かに、そしてきらびやかに、よーし、勝利見せてやれ、行くぜ、俺は行くぜ、さあ静かにしよう、いる、ナイス、ここはサイスだわ、音を出さないサイス、よし、駒行くぜ、ロングが見るの任せろ、ナイス、ナイス、うまい、え、サイス、ん、サイス役に立ってないこれ、これ、いやあ負けちゃったけどいや、最後ちょっと静かと大声のリハビリなんとかせないからね、このね、リハビリじゃねえや、あの、メキハキじゃねえや、何やったっけ、メリハリをつけるか、あってたわ。はい、ということで、デッサ・アウェアでした。これに頼りすぎるとね、あの、他のパーク使えなくなるからね、まあ、ほどほどに使いましょうね。では、ご視聴お疲れ様でした。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。